あれは何ですか？船と人の銅像がありますね。あれはマッカイ博士と当時博士が乗った船ですよ。そうなんですか。どうしてここに建てたんですか？ここはマッカイ博士が上陸した場所だと言われていて、記念としてここに建てたんです。なるほど。でもなんで博士は台湾に来たんですか？伝道するためだと言われています。あ、確かに博士の銅像の隣には聖書がありますね。それに博士が台湾にいた時に学校と病院を建てました。すごいですね。今でもまだ残っていますか？はい、ちゃんと残っていますよ。学校の部分は今でもちゃんと運営されています。このお近くにありますか？バスで行くとすぐに着きます。ではここで写真を撮ってから学校へ行きましょう。いいですよ。そういえば何か食べましょうか？この辺にはレストランも多いですし、どうですか？いいですね。行きましょう。淡水って素晴らしいとこですね。ありがとうございます。今度淡水に来たらぜひ連絡してくださいね。いろんなところへ連れて行きます。